7月に入ったでしょ。今あの夏休みね、夏の1ヶ月の有給休暇、国民の有給休暇のねシーズンに入ったんですよ。でこれがねものすごくあの、大移動ね、国民の大移動で、私もここから何度もね、私たちも何度もここからあの旅行に出かけてますし、今のおじさんと知り合う前はね、前の主人とね、子供がまだ小さかった頃はね、ここからいつもね、ユーレールパス使ってね、ヨーロッパの方に南下してずっと旅行してきましたよ。ね、やっぱり懐かしいですよね、電車に乗るって。電車の旅っていうのはものすごく私大好きなのね。今度ね、上に10ね、ここに行ったのかな。なかなか見つからないですね。美味しそうなサンドイッチ売ってるバーガーキングがある、フェンデルトーグ、あれフィエルトーグどこにあるんだろうね。これここにね、ここにある、電車ね、本当に古っちい電車だけど寝台車ですよ。寝台車って書いてある。どこへ行くんだろうね。こういうのに乗りましたよ。こういうのに乗ったけどどこ行くんだろう。あれ反対側だね。ここはウプサラに行く電車通るのね。反対側はどこ行くんだろうね。こういうのに乗ってね、あの子供が小さかった頃はね、やっぱり寝台車に乗ってね、あのユーレールパス持ってたから一等に乗れたんですよ。そして、フランスまで、一番遠いところはあのヨーロッパでも、フランスですよね。フランスは何回も行ってますよ。でもやっぱり乗り継ぎね、乗り継ぎ、ここさっき来たとこですよね。
ックスネでね、フリートドボーっていうね。Thank you.